タエモクがいまいち理解できません。タエモクか。タエモクの何がわかんない？やる理由がわかんない？それともどうやって使えばいいかがわかんない？それによって答えがだいぶ変わってくるんだけど、どうしたら味方のためになるのか。あー、なるほどね。まず第一条件、マップを見てるっていうのが大前提なんだけど、敵が進行してきた時にね、もう明らかにサイト中に入ってこようとしてる状態の時に、まあメインに目使っても、まあ後続は止めれる、まあ止めれるっていうとなんかあれだけど、後続にはめちゃめちゃ作用あるんだけど、入ってきてるやつからしたらもう関係ないじゃん。別にメインに目が来てようが何しようが、もう入ってるから。っていうのと、あとは単純にサイト中で打ち合ってるやつに耐え目出すと、それだけで敵がクリアリングするところが増えるから、味方が生き延びやすくなるんだよ。アイスボックスの A カーテンとかと似てる。このさ、 A カーテンこうやって出してさ、敵がこう来るよってなったらここにカーテン出すじゃん。でサイト中にここに味方がいるときにこのカーテン使って耐えたりするじゃん。まあそれとまあ似てる感じなんだけど、感覚的にはメインに使うってよりもインスモークをできるようにとかっていうのもあるんだけど、メイン目を味方の目の前に出してあげるみたいな感じだね。だから敵がメインから来るときにメインに目出したら敵がそこから入りにくくなるじゃん。それを味方の目の前がメインだっていう感じで、はい、やるみたいな感じ。わかる？味方がポジションを変えたり変えれるようにだったり、インスモークできるようにだったり、敵がクリアリングをする場所が増えるだったりっていう意味合いで耐え目を出して、味方に卓を与えるが一番いい答えかな。バレた後とか。ごめん。強すぎ。ジョジョエビ。質問でレディに行ったくて、コンワークとイモさん決めたんですが、このままランクを回し続けたら上達していくと思いますか？それはレディアントに一回でも踏めればいいの。一回でもレディアント踏んでみたいです。ランク回してたらいけると思いますか？だったら、はい。レディアント安定してキープできるようになれると思いますか？だったら、いえ。かな、俺は。まあでも、どんだけ短期間でやるかによるけど、めっちゃ長期なら、はい。で、短期間でやりたいならいいえ。なんて言うんだろうな。ランクをやり続けるってことは、バロランと無限にプレイし続けるってことじゃん。バロランと無限にプレイし続けるってことは、プレイ時間が伸びれば、いずれはレディアントを踏める、感じにはなると思うんだけど、ランクをただプレイするだけでレディアントになれるってよりは、ランクを考えながらプレイするようになるか、やらないと無理だと思う。パイプ。なんかすげえ難しいことを言ったような気がするな。これね、参考にこれでなったかどうかがわかんないけど。でも俺も前のゲームやった時は、ただランクやっただけで、ある程度上手くはなったけど、最高ランク到達するのには、まあ、このゲームと違ってフルパが普通にできたから、フルパだったり、あとはプロの試合を、で、あ、こういう位置でピークしたらキル取れるんだ、みたいな、とかを、めっちゃ、見てたらいつの間にか、ランクは上げれたけど、それだけじゃ何とも言えない部分もあるから、